延長いたします。20番吉田美希人君。20番吉田美希人君。議長。吉田美希人君。はい、いわき市議会政制会の吉田美希人であります。皆さんアロハ。ありがとうございます。こうやってアロハ議会ですね、軽装で、やらせていただくことを大変ありがたいと思っております。特に今回は皆様も来ていらっしゃる通り、いわき市が誇る、大アパレル企業ハニーズさんが作った、新しい柄のアロハを着せていただいて、60分間の時間、一般質問をさせていただくことに感謝して、以下、一般質問を続けてまいります。大きな質問の1点目がいわきの食の確保についてであります。衣食住は基本でございますが、一方現代生活においては食料供給も国内にとどまらず、全世界から安価で安全なものを、良いものを調達していくことが今常識となりつつあります。そこで今回取り上げるのは、いわき市が持ついわき市中央卸売市場等の在り方についてであります。中央卸売市場は全国で産出される魚類や青果が持ち込まれるセンターであり、まさにいわきの市民の食の玄関口であると思います。まずいわき市中央卸売市場等の存在意義をどのように認識されているのか伺います。農林水産部長。市中央卸売市場は、青果部、水産部が昭和52年9月に、柿部が昭和62年12月に業務を開始して以降、今日まで開設区域であるいわき市および周辺地域の住民に不可欠な生鮮食料品等の安定供給に大きな役割を果たしており、市民の台所として生活基盤を守るための重要拠点であると考えております。議長。吉田美希人君。はい、答弁のとおり非常に重要な役割を担っていることになります。食の確保は市民生活をする上で、市場は必須のインフラということができます。では次に、現在卸売市場に入場し購入できるもの、買える人は今原則として買い出し人として登録されている必要があります。その人数を、部類別の買い出し人数を伺います。農林水産部長。部類別の買い出し人の登録者数につきましては、平成30年4月1日現在で青果が568人、水産物が739人、牡蠣が367人の合計1674人となっております。議長。吉田美希人君。はい、1674人と多数の方々が関わっていらっしゃいます。このような買い出し人は通常早朝にですね、場内にやってきて肉や魚をその場で購入して、現金で購入して地元に戻って日中に販売をしていきます。これにはいわゆる中山間地で移動販売車を使って販売したり、また小さないわゆるパパママストアと呼ばれるような食料品店として地域密着型の小規模食料販売店を営んでいるものが多く含まれております。中山間地、例えばいわきでいうと川前だとか、また首都機ダムの奥だとか、そういったところまで肉や魚を運び届けているのはこのような方々であり、その地域住民にとってはまさに生命線と言える重要な役割を担っていることになります。街中で規模の大きなスーパーマーケットを利用できる環境の人は必要性はあまり感じないかもしれません。しかし買い物難民と呼ばれる自動車等の移動手段を持たない中山間部の方々にとってはまさに食の生命線であります。そこでしかしながら開設当時はこの市場も非常に活気があったわけなんですが、
今は実は残念ながら活気がこうなくなってきつつあると思っています。東日本大震災、実は前からも取引量がだんだん減少していって、市場内の業者が撤退するという状況が続いておりました。そして東日本大震災後、さらにマーケットが小さくなってしまったので、売り上げが減っているという状況にございます。まあ、一般の方がですね、普通の人が活気がある市場としてイメージを持つのが、その一つが市場食堂ではないかと思っております。かつてはいわき市中央卸売市場にも複数の市場食堂等がの飲食店がですね、まさに飲食店街のような形で営業しておったと聞いておりますが、その概要を伺います。農林水産部長。営業していた市場内の食堂について種別開店および閉店年を申し上げますと、中華店が昭和52年に開店し平成21年に閉店、寿司店が昭和52年に開店し平成23年に閉店、喫茶店が昭和52年に開店し平成2年に閉店、定食店は過去5店舗が営業しており、1店舗が昭和52年に開店し昭和55年に閉店、1店舗が昭和52年に開店し平成2年に閉店、1店舗が昭和56年に開店し平成元年に閉店、1店舗が平成元年に開店し平成22年に閉店、1店舗が平成19年に開店し平成21年に閉店しております。以上。吉田幹人君。はい。ご答弁のとおり、かつては寿司、定食、そば、ラーメン、喫茶とまさにバラエティに富む飲食店街が形成された時期があったことが分かりました。そして平成23年に発生した東日本大震災以前からですね、以前からすべての店舗が撤退して、その長きにわたりそのスペースが空き状態であるということが分かりました。ではどうしてそのように繁盛していた市場食堂を営む飲食店街がなぜすべて撤退してしまったのか、その要因を伺います。農林水産部長。店舗ごとにそれぞれの事情はあると思われますが、撤退した事業者によりますと、市場食堂を利用する者の減少に伴う売上減少が主な要因であると考えられます。議長。吉田幹人君。はい、おっしゃるとおりですね、やはり市場食堂 も民間の事業者ですから、売上と経費のバランスである経営がうまく回らなければ撤退するということになるわけです。さらにかつては金融機関もありました。かつて銀行も中央卸売市場内の中央棟1階にテナントとして入居し、人がいる有人店舗として営業しておりましたが、現在は空き店舗になっております。その概要を伺います。農林水産部長。営業していた金融館につきましては、株式会社東方銀行平支店いわき中央卸市場出張所が昭和52年9月から営業を開始いたしましたが、平支店へ統合され平成18年6月30日をもって営業を終了したところです。議長。吉田幹人君。はい。次は青果卸売業者です。かつては青果卸売業者が2社いて、果物を扱う青果棟2階の事務所棟にも、うち1社が、2社ともいましたけれども、うち1社が撤退して、こちらも現在空きの事務所スペースとなっております。その概要を伺います。農林水産部長。営業していた青果部卸売業者につきましては、いわき青果株式会社が昭和52年9月から卸売業務を開始し、平成4年12月28日に廃業したところであります。議長。吉田幹人君。はい。次は関連商品売り場の空きスペース面積についてです。
中央棟1階には、食品に関連する商材を広く取り扱う関連事業者と呼ばれる方々が活動する関連商品売り場が16スロットありますが、この1年で関連事業者の撤退が相次いで、空きスペースが目立つようになっています。その概要を伺います。農林水産部長。関連商品売り場は全体で18区画あり、総面積は717平方メートルでありますが、そのうち空きスペースは6区画で、その面積は238平方メートルとなっております。議長、吉田美希人君。はい、実は平成29年度だけでも撤退した関連事業者は、平成29年3月に伊藤正康商店、5月には山川漬物店、11月には須崎商店、そして平成30年3月には塚本商店の4社があります。それ以前にも市内の食品卸しとしては河内屋さんだとか吉田武雄商店さん、吉沢屋さん、明賀屋さん、万国食品さん、源商店さんらがかつては営業しておりましたが、現在はすべてお店を畳んでおり、市内の食品卸売業者がいなくなりつつあるという状況にございます。チェーン店のだとかスーパーの台頭、それから物流が変化しているということがあります。時代の変化に対応しつつ、しかしながらいわきの食の確保には先ほど申し上げた市内の小規模なパパママストア、移動販売者、そして市内の卸売業者の存在が必要であるという認識であります。次は関連商品売り場以外の中央棟の空きスペース面積について伺います。中央棟には先ほど伺った市場食堂や金融機関がかつて活動していたスペースがありますが、いずれも空きスペースとなっております。その空きスペース面積の合計を伺います。農林水産部長。中央棟の関連商品売り場を除いた空きスペースは7区画で、その面積は523平方メートルとなっております。議長、吉田美希人君。はい、では青果棟について伺います。果物を扱う青果棟2階の、撤退した青果卸売事業者が使用していた空き事務所スペースの面積を伺います。農林水産部長。青果棟の空きスペースは1区画で、その面積は719平方メートルとなっております。議長、吉田美希人君。はい、ご答弁のとおり、ワンフロアで719平米のオフィススペースが未利用であることが分かりました。空きスペース、次は空きスペースの利用公募の直近の応募状況について伺います。すなわち空いている部分、空きスペースが発生するたびに利用希望者の公募、いわゆる一般の方々にどうぞ入ってくださいという公募を実施していると思います。現在多数の空きスペースが存在するということは、利用希望者からの応募状況が芳しくないんだろうなという、推察はされるわけですが、直近の応募状況について伺います。農林水産部長。昨年度の公募につきまして、関連商品売り場を対象に、平成29年7月、同年11月、平成30年2月に実施いたしましたが、すでに入居している業者1社のみの応募であり、空いていた7区画に対し、結果として新たな使用は1区画にとどまったところであります。議長、吉田美希人君。はい、ご答弁のとおり、今の市場の関連商品売り場1階の空き店舗は、一生懸命過去数回公募しているわけですけれども、公募が芳しくないので、空き店舗の状況が続いているということだと思います。なんでそんなことがなっちゃうのかなというふうに思うわけですが、答えは出ているわけで、やっぱりその先ほどのご答弁のとおり、撤退した理由は経営が成り立たないということなわけです。
まあ、この状態を抜本的に改善するための方策として、例えば1階での市場食堂の再開はいかがでしょうか。まあ、お手元の資料をご覧ください。市場食堂、こんな形でいろんな市場がですね、提供しておりまして、場内の方のみならず一般の方も楽しみにして訪れるというようなことになっておりまして、まあ、こんな楽しい市場になればなという思いで以下質問を続けてまいります。これを思ったのもですね、先日私用で福岡に行く機会があって、福岡にも公設の市場が福岡から駅からかなり離れたところにこうあるんです。で、まあ、かなり寂れてる感じかなと思って、行ってですね、まあ、市場食堂や関連棟なんかを見て回ったんですけれども、市場食堂は3つぐらいあるんですよ。で、そのうちの1つ一番、まあ、こう粗末そうな、ところに入ったんですけども、そこがなんとすごくてですね、プロ野球選手のサインがずらっと並んでるんですよ。王選手のサインからですね、イチローの選手もあるんですよ。それだけ歴史がこうあって愛されている市場食堂だなというふうに思っていて、そんなものが我々のところにもあればななんていうふうに思ったのが、この質問のきっかけでもあるわけです。やっぱり売上増のためには、この市場食堂というのが一つのキーワードになるんじゃないかなと思っております。まあ、すなわちこの市場食堂で食べることによって、この中央卸売市場自体のお魚や野菜や肉を使って、で市内市場内の勤務者のみならず一般の方々にも安心で安全なおいしい食事を提供していくということは非常に意義があるということは思っております。で、ここで本庁舎について伺います。この平梅本の本庁舎について伺います。本庁舎の執務面積のうち使用されていない空きスペースの面積があるのか伺います。総務部長。本庁舎につきましては、市がその事務事業を執行するために各部門において必要となる執務室や会議室などをご来庁する市民の皆様の利便性を勘案し配置しているところでございます。これら執務室の配置に際しましては、来庁者の対応に必要なスペースはもとより、職員の執務環境にも配慮しながら限られたスペースの有効活用に努めておりますが、近年の行政需要の多様化による業務量の増加に伴い、逐次会議室等の一部を改装し執務室等として対応してきた経過もございまして、今後新たな執務室として利用できるスペースを確保することは難しい状況となっております。吉田幹人君に申し上げます。はい、発言が通告の範囲内か判断しがたいものになっておりますので、通告の範囲内で行いよう留意願います。もう一度分かるように発言願います。はい、吉田幹人君。はい、今の質問、じゃあ本庁舎執務面積のうち使用されていない空きスペースの面積を伺います。してない。あ、そう。じゃあ分かりました。はい、はい、通告がずっと一番の方になってきて、いきなり、本庁舎の方で先ほど通告を取り下げた旨を聞いております。もう一度分かるように、はい、質問の方を続けてください。はい、本庁舎はご答弁のとおり、まあ、今人で、まあ、今 100% 稼働ということでいっぱいいっぱいの状況でございます。まあ、ちなみに今現在本庁舎は免震化の工事を施工中でありますけれども、まあ、当たり前ですけど工事により面積が増えるわけではありませんし、まあ、空調設備も抜本的には変わらないということですので、まあ、大きくオフィス環境というのは改善はなかなか難しいのかなというふうに思っております。では本庁舎における一人面積の執務面積を伺います。総務部長。本庁舎の執務室における職員1人当たりの執務面積は約8平方メートルとなっております。はい、
吉田幹人君。はい。1人当たりの室面積が平均約8平米と伺いました。まあ、あるべき1人当たりのオフィス面積については、さまざまな団体、企業が調査を行っておりますが、まあ、あるザイマックス不動産総合研究所の調査によれば、1人当たりのオフィス面積は約13平米だそうです。まあ、それと比べると、まあ、いわき市本庁舎は、まあ、約4割下回るので、まあ、やっぱり狭かったんだなと、やっぱり皆様の執務環境は大変だったなという印象を持っております。もちろん現在の執務スペースは法定要件は満たしておりますし、おりますが、まあ、効率的、より効果的な事務作業を進める上で、まあ、あるべき面積は下回っているのかなという印象を持ちます。では次に、まあ、執務面積がいっぱいだということで、書類や段ボールが保管が難しいという状況もあろうかと思います。そのような場合、執務スペース外である廊下等に一時断置する場合もあるのかどうか伺います。総務長。本庁舎の廊下等に書類や段ボールが置かれているということについてのお質でございますが、このことにつきましては、防災管理所はもとより、来庁舎の通行にも支障を及ぼす恐れがあるものと認識しておりまして、主としましては、これまで本庁舎機関衛生委員会において、職場巡視を実施し、定期に注意指導を行うことにより、改善を行ってきたところでございますが、今後とも書類等の整理、保管の徹底を図り、適切な庁舎管理に努めてまいりたいと考えております。議長。吉田幹人君にもう一度申し上げます。はい。本庁舎の執務室の一部門、一番の空きスペースという趣旨なのか、質問の意図がはっきりしませんので、よくその辺を。市場なおかつ市場との関連がない場合は、ただいまの発言は通告の範囲を超えていますので、十分留意を願います。はい、議長。はい、吉田幹人君。はい。それでは本庁舎内の農林水産部が占めている執務面積を伺います。もう一度申し上げます。本庁舎の執務室の一部も、市場の空きスペースという、市場との関連が、ない場合、趣旨なのか、市場との関連がない場合は、通告の範囲を超えていますので、留意して発言をお願いいたします。はい、議長。吉田幹人君。はい。農林水産部が占めている執務面積は557平米と伺っております。まあ、そして本庁舎内では、手狭で1人当たりの執務スペースが小さくて、手元書類を執務室内に置くのも四苦八苦していることが分かりました。また、空調設備はこれからも大きく更新は難しいので、これからも執務室内においては、扇風機等の対応が必要ということも私は思います。一方、いわき中央卸売市場には、先ほどご答弁のとおり、空きオフィススペースとして、ワンフロアで719平米が存在します。これはいわゆる農林水産部の使用している面積の丸々一つ半にも匹敵する大きさであります。まあ、ここで提案ですけれども、農林水産部を含む本庁舎の部局の一部を卸売市場の空きオフィススペースに移転してもらえないでしょうか。まあ、先般の私が見てきた福岡の長浜市場においても、中央棟において市場部局の一部が入居しておりました。まあ、それをやることの効果によってちょっと申し上げたいと思います。まず第一に、1人当たりの執務スペースがゆったり取れ、より効果的な作業が行えることです。第二に、市場敷地内に広大な駐車場がありますので、職員各自が自宅から直接オフィスの前まで自家用車通勤ができます。これにはワークライフバランスや働き方改革にも通じるところがあります。
第3に駐車場使用料はもちろんありませんので、職員さんの福利厚生にもつながると思います。また、市場にとっても多大なメリットがございます。第4に、何といっても日中に働く人が増えることで、賑やかになることです。第5に、日中に働く人数分のランチ需要が発生します。先ほどのご答弁のとおり、市場食堂が撤退した理由は、来場者が少なくなり、売り上げが上がらなくなったからです。ここに数十名単位のオフィスワーカーが発生すれば、市場食堂の安定的な経営に大きく資することになり、市場としての魅力が高まることにつながります。本庁舎機能の移転等については、さまざまなハードルがあることは承知しておりますが、いわき市民の食を賄っている市場の重要性を認識し、中長期的な視野からも市長部局の適正配置等を再検討いただくよう要望いたします。次にお手元の資料をご覧ください。これはですね、この雑誌、レッツ福島という雑誌で、福島民友新聞社さんが発行しているものです。その中でですね、福島県内の卸売市場の特集が組まれております。これですね。はい、ここで私、驚いたことがあるんです。皆さん、お気づきでしょうか。福島市や郡山市や会津若松市、そして相馬の市場が囲みで取り上げられているにもかかわらず、我々のいわき市中央卸売市場がこう囲みに入ってないということなんです。まあ、彼らにとって我々の市場が囲みとして載せられないと判断されてしまっていることは、いわき市の認知度、ブランドの観点からは、大きな損失ではないかと感じるわけなんです。そんで、なんでなのかなというふうに思ったんですけれども、紹介されない理由として、まず挙げられるのは、これらの市場と違うのが、いわき市中央卸売市場においては、一般の方の市場内への立ち入りが禁止されているということなんです。現在、いわき市中央卸売市場を一般の方が訪れようとしても、入り口ゲートで守衛さんにちょっとと止められて、通行許可証を見せてくださいと言われ、原則としてそれを持っていないと入場することができません。一方、記事に紹介されている、ここにたくさん紹介されている福島県内の公設市場の多くが、市場入り口に守衛を置かず、一般人が気軽に市場に立ち寄れる、いわゆるゲートオープン化を実施しております。そこで、福島県内で公設市場がゲートオープン化されている事例数を伺います。農林水産部長。県内で公設卸売市場を開設している福島市、郡山市、会津若松市、二本松市及び白川市のうち、ゲートがオープン化され、利用者が守衛のチェックを受けることなく出入りできる市場は、郡山市、二本松市、白川市の3市となっております。委員長、吉田幹人君。はい、ご答弁ありがとうございます。県内の公設市場の多くがゲートオープン化して、こういう記事媒体にですね、無料でその存在を取り上げてもらって、結果として市場への訪問客の誘引につなげています。ぜひいわき市の中央卸売市場においても、このゲートオープン化を検討いただきたいと思います。では、ゲートオープン化にあたって考えられる課題を伺います。農林水産部長。農林水産省の通知等によりますと、入場者が関連商品売り場において商品を購入することは可能となっておりますが、卸売業者、仲卸業者が一般消費者に対して市場内で小売活動を恒常的に行うことはできないこととされておりますので、
当市場ではそのような行為が生じないよう市営を配置し、一般消費者の入場を制限してきたところです。ゲートを開放し、一般消費者が場内に自由に出入りした場合、一般消費者に対して卸売業者または仲卸業者からは商品を購入できない旨の事前周知を徹底するとともに、青果等、水産等および柿等において入場者による商品の損傷や盗難等が生じないよう、パトロールの強化や防犯カメラの設置など対策を取る必要があるものと考えております。議長、吉田幹人君。はい。まあ、犯罪防止というのは当然のことですけれども、まあ、いただいた資料によれば、直近3年間で市場内での盗難事故等はゼロ、発生していないとのことですし、他の市場でも盗難事故の発生は皆無であり、まあ、ゲートクローズしなくても、例えば市場内への循環警備や立証、そして防犯カメラの設置等の注意喚起で十分対策可能と考えられ、逆に市場への訪問客増加の大きなメリット、そしていわき市の認知度向上ということを考えると、ぜひゲートオープン化のにあたっての課題をクリアして早期に実現していただくよう要望して、次の質問に移ります。次に市場使用料率の算定方法について伺います。現在市場内にスペースを賃借し活動する業者として、卸売業者、仲卸業者、関連業者等がありますが、それらが市に対して支払う市場使用料はどのようにして決まっているのか、その算定方法を伺います。農林水産部長。市場使用料につきましては、昭和48年に示された農林省の市場使用料算定式及び算定例を参考に算定しているところであります。具体的には単年度あたりの施設の焼却費、焼却費の対象にならない工事請負費、管理事務費等の合算額を基本に、卸売業者及び仲卸業者につきましては売上高と使用面積に分け使用料を設定しており、関連商品売り場につきましては使用面積のみで使用料を設定しているところであります。議長。吉田幹人君。はい。算定方法が、原価償却費等、すなわち過去建設コスト等をベースに算定されているということが分かりました。では次に、いわき市卸売市場内の市場使用料の種別ごとの金額について伺います。農林水産部長。卸売業者の市場使用料につきましては、消費税額及び地方消費税額を含む卸売金額の1000分の3に相当する額及び売り場面積については、1平方メートルにつき月額104円を基本に算定しているところであります。仲卸業者の市場使用料につきましては、仲卸業者が仲卸売業者以外の事業者から仕入れた物品の消費税額及び地方消費税額を含む販売金額の1000分の3に相当する額及び売り場面積については1平方メートルにつき月額590円を基本に算定しているところであります。1回関連商品売り場の使用料につきましては、面積1平方メートルにつき月額1192円となっております。議長。吉田幹人君。はい。卸売業者、仲卸業者、関連事業者等が支払う市場使用料の水準には、大きな差があるということが分かりました。同じようなスペックの市場内の建物にもかかわらず、市場使用の量の水準が異なることに、やや違和感を覚えるところでございます。次に、県内の卸売市場の状況について伺いたいのですが、
こちらに出てくる郡山市総合地方卸売市場の関連事業者の市場使用量について伺います。農林水産部長。郡山市総合地方卸売市場の関連商品売り場使用量は本市と同様使用面積のみで使用量を設定しており、その使用量につきましては1平方メートルにつき月額1230円でありますが、減免措置により平成31年3月31日までの間1平方メートルにつき月額615円となっております。委員長、吉田美希人君。はい、郡山の市場使用量は、現行が615円ということですので、いわき市の関連事業者の1100円と比べると、非常に低額だということです。郡山の市場は開設が新しいということもあって、市場内にはエアコンも完備され、快適ですし、トイレもウォシュレット付きです。いわき市の市場がエアコンなしの吹きさらし、トイレもウォシュレットなしです。大きく開きがあるわけです。にもかかわらず、郡山の方が市場量が安いという事実がございます。またご答弁のとおり、いわきの市場内での使用量も業態ごとに大きく異なるということでした。確かに今現在の市場使用量の算定方法は法令に基づいて過去の建設コストをベースに正しく算定されております。しかしながら現実この1年間で関連事業者が4社撤退が相次いでいるという事実があるわけです。これまでこの市場が市内の小売店にとってワンストップで肉や魚を仕入れることが拠点でしたが、事業者の撤退がどんどん相次いでしまえばワンストップで仕入れができなくなって仕入れ先としての魅力が薄れてしまいます。極論すればこの市場で必要な食料が調達できないと先ほど申し上げた川前や首都木ダムの奥まで行って活動する移動販売者が縮小を撤退して、また中山間地のパパマーストアの食料販売店が適切な仕入れができず、いわきの食の確保が困難になってしまう恐れがあります。市場内の事業者が元気で活躍してそこで仕入れる食がいわき全土、いわきの末梢神経まで供給されるよう、そのためには売上が上がって経費を一定に抑えるような仕組みが必要です。市場内事業者がより活躍できるよう市場使用量の算定方法を適宜見直してくださるよう要望して次の質問に移ります。